嘘やろ、マジ。もうやめたらいいかな。え、あ、やっぱでもこれはちょっと、いやいや、結構難しい、難しい、こんな練習するしたことないかな。テゲテゲゴルフチャンネルの公式 LINE を開設しました。この公式 LINE では普段表では話せないことや限定コンテンツなどを配信していく予定です。裏話。本気でゴルフが上手くなりたい方はぜひ概要欄から登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、テゲテゲゴルフチャンネルの桜井です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、皆さんに報告があります。こちら、まあ、何回か出たことがあるんですけど、はい、同級生の川上幸喜プロです。僕と同級生です。何年プロテストを取ったんかな。2010年、ね、10年か、はい、10年に取って、だいぶ僕より先に取ったんですけど、まあ、結構ね、九州で同級生5人ぐらいおるか、そうですね、中の1人で、すごいもう昔から仲良くて、はいはい、で今回いろいろちょっと話していく上でね、アマチュアのレッスンもしてますよね、はい、北九州の方でやられてるんですけど、なんかこうすごいアマチュアに寄り添った考え方というか、なんかこう悩みとかを結構分かってたので、ちょっと今回から MC の方を手伝ってもらうことになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんも後期、まあ後期でいいかも、はい、後期に、コメント、ね、してもらったり、はい、まあ、いつも通り僕にこうちょっとこうした方がいいよとかいう声があったらぜひコメントに書いてください、はい、じゃあこれから、動画を盛り上げていきましょう、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん応援してください。お願いします。ではじゃあ動画の方、はい、やりましょうか、はい、お願いします。はい、皆さんこんにちは、テゲテゲゴルフチャンネルの桜井と幸喜くんです。よろしくお願いします。お願いします。今日の動画は非常に僕、私どもかな、悩みました。はい、皆さん、私たち共通していることが一つありますイップスですこの動画どうする。したくないけどねでも実際、うん、俺は治った。治った、うん、さっき長くない、しゃくったりとか。そうですね、もう、うん、いや、なんか自分からしたらそんなにひどいとは思わないけど。ちなみに、うん、どういう現象を起きてました。あ、マックスの時。マックス、皆さんすごいです、イップスマックス時期マックス時期ですか。ちょっと例えてもらって、あんまりやりたくないけどねやりたくないけど、やりたくないけど、試合で花道、花道も元々もそのイップスじゃないけども怖くなってて、うん、もう究極7番アイアンで転がそうかなと思ってて、ほうほうほう、もう7番でこんだけ短く持って近くに立って、うん、この動作だけだったら当たって10ヤード15ヤード飛ぶかなと思って、ね、うん、7番アイアンで打とうと思ったら、誰でも気軽にスマホで不動産投資。え、じゃあ俺も始めよっかな。それがグッド不動産のビギナーズクラウド、1万円から始められます。グッド不動産。頭超えてました気づいたらそれガチなの。弾1ヤード、ま、全く動かない。すごいね、超えとった。ごめん、俺それじゃあイップスじゃないわ俺はなってないよね、うん、でも上がった記憶もないし、そう、震えるんよ、うん、やっぱサンド持った瞬間に、うん、これはやっぱりアマチュアの方も結構ね、そのなるんですよ。なります、なります。これはね、うん、気持ちの問題なんで、うん、そう、気持ちの問題ですよね。根性論とかでならんならんとか言う人もいるけど、うん、僕もいろいろアマチュアの方見てきて、うん、やっぱ人それぞれプレッシャーかかる度合いっていうのはやっぱ違うから、僕らの試合でなるタイプもいれば、うん、はい、アマチュアの方でも違うことでなる人たちっていうのもやっぱ僕も多いと思うので、うん、ね、今日は僕がイップスを克服したというか、ね、うん、イップスじゃなくてもアマチュアの方、はいはい、アプローチが苦手な人、 そうですね、それ結構共通してる部分があるので、はい、今日はそこのね、そこに基づいての練習方法を僕が紹介していこうかなと思います。お願いします。多分やった方がいいかもしれない、はい、やった方がいい。いや、俺何しても俺ダメだったんだけどね。まあそうね、いろんなこと掘ったらいろいろあるんやけどね、はい、道具のこととかもいろいろあるけど、はいはい、うん、まず、まあ、スイングとか、うん、やっぱアマチュアの人すぐ道具は買えないから、うんうん、練習方法あって、はいはい、でまずスイングスピード、スイングスピード、うん、やっぱ、はいはい、上手い人で、はい、こうさパーンって、いや結構早く打ったわけよ、まあ、俺の中じゃそうです、ね、こうやって打つか、はいはい、上手い人ね、同じ速度だね、同じ等速、はい、どっちが多い、上手い人で。いやもう断然そうです、ね、等速の人が多いようなイメージがありますけど、そうですね、僕もそうだったけど、はい、早いんですよやっぱり。
手で上げちゃって、はいはいはい、急いでな感じでなりますよね。なるやん、怖いから。もう早く打ちたい早く打ちたい。そうから、うん、あのなるべくゆっくりする練習をした方がいい、はい、あゆっくり、そうゆっくりゆっくりっていうのが、はい、まあ昔も言ったけど、はい、1ヤードそこそうですそこ、はい。これちなみに今日マットだから結構やりやすいけど、はい、これが芝だったら結構これ意外と皆さん、はい、あんま難しいんですよ、はい。で今日はちょっと見とってもらってください、はい、1ヤード、はいはい、1ヤード1ヤードのところにゆっくりゆっくりキャリーすまこれますかね皆さん、そこの、あ打てる大丈夫ちょっと待って、うん、ゆっくりね、ここね、はい怪しいやん。じゃあでもゆっくりやったよちょっと今さ言うとダメになるからね。あ、そうね。ゆっくり、はい、1ヤードキャリー、はあ、多分今みんな見えてると思うんですけど、はいはい、ゆっくりちょっと今ちょっと早くなった。怪しかった。ちょっと早かったよね、はい、相当難しいと思う。ゆっくり、あー、そうそう、はい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 、まあ、これをちょっと後期やってもらおうかな。同じ速度でね。できれば3度でやってほしいですね。はい。あ、こっちが3度よ。あ、うん。だから、そう、ゆっくり。ここにね、そう、同じ速度で。ちょっと今飛んでないね。ここら辺。難しいな。うん、もう体で。スレスレぐらい。はい。ゆっくり。うわ結構難しい。難しくない？こんな練習するしたことないかな。ゆっくり。おお、まあ。もう一回。結構きついよね。きつい。体、意外と。うまい。ちょっと掴んできたね。はい。これをまず、俺はやった、はい。相当難しいですよ。相当難しい。かなり。で、まずここから、はい、今さ、それ60度かな、はいはい、60度ですね。そこから俺これ持ってるの何度かな、これ54だと思います。54とか、はい、これで、はい、60度で今のスピードで1ヤード、はい、行って、まあ、大体2ヤードぐらいいくか、はいはい、あれ感じだったそうですね。で次これでゆっくりこんな感じたらもうちょっと次3ヤードぐらいいくよね、52度ぐらいで。あ、でこれを次、はい、ピッチングとか、まあじゃあこれ何番かな、あこれ7番とかでもいいや、まあ、さっきほら言ったよ7番で、そうそう、はい、7番でゆっくり、はい、って言ったらもうちょっとポーンと転がっていく。これをまずなんか10ヤードぐらいまでのクラブを全部使えるようにした、はいはい、逆にゆっくり、そう。へー、でこれね、はい、結構あのレッスンしてて、はい、みんなやっぱ手がこう入るわけよ。まあ、自分も含めですね。まあ僕もそうやったけど、はい、それをこうやって7番とかで5ヤード打たせて、5ヤード、うん、7番とかで5ヤードってその辺か、そうですね、を打たせようと思ったらさ、こう飛ぶやん、あ、そうね、こんな早くした、はいはい、7番こんな立ってるクラブを5ヤードをずっと7番で打たせるよ。多分このぐらいだと思うね、はあ、ずっと多分5ヤードぐらい。そうですね、転がって5ヤード。これを皆さん絶対やった方がいい。これで克服したと。これで克服、俺は克服した。へえ、うん。1万円から始める不動産投資、え、じゃあ俺も始めよっかな。それがグッド不動産のビギナーズクラウド。会員登録は今すぐスマホから。グッド不動産。なんかゆっくり振っても、はい、あ、ちゃんと芯に当たるんや、綺麗なスピンがかかるんだと思って克服したです。へえ、なるほど。そう、そのこの練習はしたことないかな。で、はい、もう一個レベルアップする話で言うと、はい、これを片手で打つんですよ、次は。難しい。これ難しい。難しいやろ。うん、うまっ。こういう感じ。で左手も。左手もしっかりこう芯で
捉えるようにゆっくりっていうのをちょっとやった。片手も大事なわけ。片手も大事、やっぱさ片手って力が入らんじゃん、うん、あ確かに、だから、はいはいはい、なおかつこう体で打てれるっていうか、緩んでもダメだし手先で言ったらねもうそうポンっていくちょっと片手で片手っていうかねこれ腰が痛くなるぐらい、うん、ずっとやってるとね右手はできるかダメだねいやこれ難しいもんおお、うん、じゃあちょっとこっちのスタンスマットでやってみてこの硬いところでそうそうそうはいこれちょっとプレッシャー入るやん、はい、薄いの嫌です今この辺から落ちた今早くなったんだよね気づいてない やっぱまだ気持ち悪いわけいやゆっくり打つのがちょっと気持ち悪いかなあ、うん、やっぱでもこれはちょっと待っていやいやちょっと いやいや本当に慣れてよこのゆっくり打ったらめっちゃファン増えると思うよ顔いけないし今のボケ多分キュいやいやガチですガチガチ、はいうん、いやこんだけひどいんですよ我々は左の方がいいねなんかでやっぱこう左手の使い方の方がいいんじゃない？やっぱ左手はスムーズなんよ。こう上げるとき。上げるとき。右手はなんかふわって。これもやっぱアマチュアの人は。それ分からないけどね。そうどっちかが、うん、俺はもう完璧右手が楽なんやけど。うん、そう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 。うまめっちゃうまい。の方が絶対いいもんね。今めっちゃ乗ってるもんね。乗ってる。右手にして。うん、これも、ね見てる人たちはどっちがいいかっていう。同じような感じで。そうそうそう。ああでも今のイメージね、うん、ちょっと良くなったね、うんはいはい、だこれをずっとひたすらゆっくりうわ緩むそうそうまあでもねこう1球練習場行って1球何円とかいうところじゃやっぱもったいない気がするから、ねはい、ちょっとも言う打ち放題そうそうそうなんかこう打ち放題のところ、うんうんうん、で、こういうところこういうのやったらすぐ立てねやっぱとりあえずやっぱスピードをちょっとこうゆっくり打つっていうのをまず覚えた方が、はいうん、やっぱこう20ヤードとかでもこうしっかり関心使ってこれが打てんかったもんすごいね本当本当に治ってるよ治ってるよね、うん、怖くないいやでもそれはまだ今でもやっぱ怖い、うん、怖いの怖い時はプレッシャーがあった時は怖いこの前久々に言ったけど、うん、ちょっとやっぱ反応するのは反応するでも ねそれがあってもゆっくりゆっくりはちゃんと心がけないとね心がけてる、ねうん、それはやっぱりこう30度とかもこう運べるようになったねボールをなるほど、うん、やっぱ俺もねこれだけ長くねやってもずっとどんなことやってきてもね治ったと思ってもまたな再発したりとかそうよねこの冬の時期と芝が薄かった時期なんかも相当苦労したし、うんうん、でこれをちょっとこう薄い、うん、本当は芝でやるともうちょっと効果的やけど効果的ですね、うんはい、でこう1ヤードっていうのがいかに大事かっていう、はいうん、1ヤード飛ばすためには、はい、手が入ったらもう1ヤード以上飛んじゃうんで、はいはいゆっくり打つっていう、はい、頑張ってこれちょっと、はい、おもろいね、はいうん、やってみてねそうこれは絶対俺もやってみよう。ちょっと最後してみよう。いやもう一回最後で見せてよ。綺麗に。うん、もうちゃんとコツ掴んだろ。あ、両手でいいですか？うん。はい。ゆっくりそうここに落とします。両手で。いやこれ難しいよ、マジで。結構お腹とか痛くない？でもね、ここにちょっと腹筋に力を入れると少しちょっといい動きするかなって感じがする。腹圧かけてね、うん、いいね。きついね。それでちょっとそのままちょっと20ぐらい等速で。もうちょっと。そうそうちょっと早かったです、先輩。早かったですね。このイメージで20。そうそうそうはい。手が出ますね。手が入るね。手が入りますね。え、それわざとしてないの？わざとじゃないって。本当に。そっかそっか。まあでもこれやって、俺が治ったから。はい。うん。ちょっといつかこの自分のこのアプローチを克服させる会みたいな
何回も分けてやってもらいたいぐらいですよね、本当に。多分さっき二度地震乗ってたね、今ね。まあでも、そういう方も多いと思うので、はい、ぜひね、こういうドリルをやってもらって、はい、ぜひ皆さん、試してみてください。頑張ってください。これで終わりましょうか。はい。はい、じゃあ、皆さん、チャンネル登録、グッドボタン、いいコメント、アンチコメントも、まあ、たまには、たまには、引き受けてるってこと。はい。ぜひお待ちしてます、はい、よろしくお願いします。ではまた皆さんお会いしましょう。さようなら。さようなら。ありがとうございました。